すごいね、26個まで体重？なんでそんななんか走っちゃとか触るの？余計なんか敏感じゃない？髪。ああ、俺がね、体重の話じゃん。ちゃうやん。体重の話じゃ走っちゃってないの。そんな一番なんか吸い込んでられそうな場所をさ、置いといてくれる。なあ。肉ついてるところかな。刺激がいいよな。見てこの。落ちた出てるみたいな。見てない。出てこっち向いた時に出てる。なあ、じゃあ持ってきて。ほら。うん、出てた。それはないや。これ出したい時に出されへん。出したい時は教えてないね。こっち見てごらん。やった。こっち見てごらん。こっち。ほら。何にしようか。この自然なのが可愛くない。勝手にやってる。なあ。サインになっちゃうとな。な。種目になっちゃうね。違った。なあ。何今の顔。表情を撮っとくから。ん？チュッチュの。第二のチュッチュの説明が一番ウケる。何よりも。何がおもろい？女の人の心をくすぐるみたいな。一番全く分からない。この説明をすると一番なんか。どんな説明になるの？端的に言って10秒ぐらいで説明して。高校生がおしゃべりすることになります。ああ、そっちの話。年齢的にね。やめなくてって言ってまだやめないんですって言ったら、こう中高生がおしゃべりをまだしてるみたいなもんです。右目に全部見る。表情をなあって言ってる。この声は全然怒ってない。怒らんくなったな、あんたにな。この間ドクター走っとった怒っとったわ。あ、そう。なんかやっぱあるんやろうな。嫌やな。ちゃんと分かってんねや。女の子にはあんまり中に行ってない。あ、おった。階段から降りてくる。